マーケットは高値圏、もう十分だと、あなた逃げるんですかと、ここからは下落の確率の方が高い、そうやって逃げるんですか。はい、どうも皆さんこんにちは、真壁です。アメリカの投資家ジム・クレーマーをフォローしています。3月28日木曜日のマットマネーですけども、ジム・クレーマーね、今年も第一四半期終わったよなと言ってるんですよね。次の日の金曜日、グッドフライデーで株式市場お休みだから。ということはこの日で2024年の初めの3ヶ月、第一四半期が終わったことになる。で、この第一四半期なんだけども、2019年以来、ベストの四半期になった。幅広い銘柄で上昇が見られた3ヶ月だった。で、この木曜日自体は、ダウはプラス 0.12%、SP500 はプラス 0.11%、そしてナスダックはマイナス 0.12%。全然動きのない日になって、で俯瞰するとね、これ SPY で、いやー、しかし今年1月2月3月とよく上がりましたよね。でもっと遡ると去年の10月の終わりからのこの上がり、素晴らしいですよね。ジムクレームはね、振り返ると息を飲むようなブルーマーケットだったなと。でこのブルーマーケットはもはや単にね、マグニフィセント7、荒野の7人銘柄だけが先導していたわけではない。様々な産業セクターで幅広い範囲の株式の上昇が見られた。例えばこの第一四半期、上がったトップのセクターとしては、コミュニケーションサービスとか、エネルギーとか、あとはテクノロジーっていうのが挙げられるんだけども、でも本当に幅広い分野の銘柄が上がった。で、まさにこういうことが、いわゆる本物の真のブルーマーケットでは期待されるべきという、そういうお手本のような上昇がこの第一四半期見られたんだと。で、もうね、SP500 なんか、2024年に入って、終わり値での新高値更新22回もやっている、なんという強いマーケットか。じゃあなんでこのね、第一四半期こんなに強かったのか。それはシンプルだと言ってるんですよね。なぜかというと、各企業の決算が素晴らしかったからだと。売上も良くて、利益も良くて、ガイダンスはさらにいいっていう銘柄が多くて、でそういう高決算に対するマーケットの反応も素晴らしかった。もしあなたがね、こんな間口の狭いブルーマーケットは続きはしないとか、そろそろ株価は下落しなければおかしいとか、フェットはまだまだ利下げするかどうかわかんないし、まだグリーンライトじゃないよとか、いわゆるいつの時代にもいるネガティブなことを終始吹聴する人の言うことを聞いて怖くなってマーケットから逃走していたら、大きな大きな上昇機会を失ったことになる。確かにフェットはこの前の FOMC だって高派ではなかった。でもやっぱり注目点っていうのは単純なんだと。ただ単に普通にあなた決算に注目していさえすれば、そしたら今の経済の強さっていうのは存分に感じたはずで、今のこの株式市場の上昇にも乗れたはず。とにかく基本は決算で、それが素晴らしい会社が多かった。ジムクレーマー自分的にはここが肝なんだと。逆に言うと、人の言葉に惑わされるだけの投資をしていてふわふわしていたら、今の上がり素直に乗れなかったかもしれない。じゃあ果たして今後はどうなるのか。例えば昨日の夜、フェットのクリス・ウォラー理事、マーケットを牽制するようなこと言ったよなと。で、そうですよね。ウォラーさん、なんて言ったかっていうと、最近のインフレの統計には失望を感じると言った。利下げなんか考えられる、そういう状況じゃないよ、まだまだと。インフレ率が 2% の物価目標に向けて、持続的な道筋にあるとの確信を得れるまで、利下げなんか考えるべきではないと言った。急ぐ必要はさらさらないし、今は年内3回の利下げ織り込まれてるけども、利下げの全体的な回数を減らすか先送りするか、そういうことが適切だと言った。でこの前のね、 FOMC 後のドットプロットとかは、確かに今年の利下げ回数中央値が3回っていうことだったんですけども、ただね、19人中9人は2回以下の利下げ、これ予想してるし、あとは今年のね、投票権メンバーの一人のアトランタ連銀のボスティック総裁とかは、今年は利下げ1回だろうと、そうやって予想している。まだまだそこばらつきがあって、で今回のウォラーさんの発言、多分に牽制的だった。ジムクレーマーね、もしかしたらこれが中央銀行の新しいベンチマークになるのかもしれない。でここから株価また荒れるようなことがあっても、全体的にはジムクレーマーね、彼が正しいと思うよと。確かに経済強いわけだから。だから自分はね、ここまでもずっと言ってきて、例えば年内に6回の利下げ予想してる人とかいるけども、何言ってんだとこれまでも言ってきた。ただもうね、今フェットがこの先経済をどう捉えていくかの推測ゲームをやり続けるのは無駄だと思うんだと。それよりも結局実際
個々の会社で何が起こってるのかを見ることの方がよっぽど大事で、例えばこの日 RH の決算見たかと言ってるんですよね。決算強くてプラス 17%、 ドーン上がったけども、先行きのガイダンスがとても明るかったからこんなに上がっている。でこういうね、家具会社好調だってことになるとハウジング関係いいのかなってなるけども、その関係ではこのニュースあったよなと、ホームデポが建築資材販売の SRS を182億5000万ドルで買収すると、こういうニュースがあった。でこれめちゃめちゃな大型買収で、日本円だと2兆7000億円ってことで、この買収はホームデポとしても過去最大規模で、でホームデポっていうのはそもそも一般の消費者が自ら作業を行う DIY 向けの小売店として始まったんだけども、この SRS の買収で専門業者の方もどんどん攻めていくよと、そういう風になっている。でジムクレーマーね、このニュースハウジングマーケットにとってとてもいいニュースだと思う。でフェットの推測ゲームよりもこういうことの方が大事で、さあじゃあこっからどうなんのか。株式市場っていうのは今見方によっては好調すぎるとも言える。株価どんどん上がっていて、もしかしたら今買われすぎのゾーンに入っているのかどうか、もしそうだったらこっからどうやって動けばいいのか。自分の基本的スタンスは1日前の水曜日のマットマネーで言っただろうとジムクレーマーね。で僕それはねメンバー限定動画にしたわけですけども、さあこの先どうなるのか、とりあえず次の週はどうなるのか、ゲームプラン言っていこうじゃないかと。でこれ恒例のねジムクレーマーのゲームプランに移ってるわけですけども、まず月曜日 PVH の決算発表があるよと。でこのアパレル会社はトミーヒルフィガーとかカルバンクラインのメーカーなんだけども、ここのところ株価好調ですごくぐんぐん上がってて、あの10月の底のところから考えると株価倍増してるよなと言ってるんですよね。でほんとそうなんですよね。10月70ドルだったんで、今140なんでね、ちょうど倍みたいな感じになってますけども、この株ね金利上昇局面では多くの株と同じように壊滅的だったんだけども、長期金利下がり始めてフェットが利上げの打ち止め認めた時、 PVH のような株っていうのは息を吹き返して、でどんどんいっている。でちょっとね PVH は今回の決算でもとてもいいテストケースになるかもしれないよと、ここからまたねボツボツ決算始まっていくわけだけども、あまりにここまで株価が好調な銘柄が今回の決算発表してどうなるのかっていうのを見るいいテストケースになる。予想を十分超える数字を発表して高い株価を正当化することができるのか。ジムクレーマーね、自分はそれを期待してるわけだけども、でも今株価とてもホットな状態だから注意が必要だと言ってるんですよね。はい、で次火曜日だけどもペイチェックスの決算発表があるよと。でこの会社は主に中小企業向けに給与管理とかね、福利厚生とか保険サービスの SaaS のシステムの会社だけども、ジムクレーマーね、この株は傾向として決算までは上がって決算発表後下落する傾向にある。この前の決算もそうだっただろうと言ってて、でそうなんですよね、この前の決算ドーン下落して、まあでもね今回はね別に戻ってなくてずっと横だったんですけども、でも傾向としてアナリストたちはこの会社の決算が良くてもこの株を結局は好まないみたいな、決算直後落ちる傾向にあるから、今回ももしかしたらそのパターンだったら、で決算後ドーンって落ちたらいい買いの好機が訪れるかもしれない、そこ注目しようじゃないかと。でもねこのペイチェックスの決算においてはこの会社がどうっていうよりは、やっぱり注目はこのペイチェックスっていう会社の決算見たら、今アメリカの中小企業がどれぐらいよくやってるか、それがわかる、そこに注目したいと言ってるんですよね。でこの前のシンタスの決算、あれ素晴らしかっただろうと言ってて、でそうなんですよね、シンタス決算後ここトーン飛んだわけですけども、このユニフォームレンタルサービス会社もものすごく多くの中小企業の顧客抱えてて、で自分はこの中小企業セグメントっていうのがアメリカの経済の原動力だと思ってるから、このペイチェックスの決算でさらに中小企業のビジネスの勢いがどうなのか、これ確認しておきたいんだと言ってるんですよね。さてとジムクレーマーね、信じられないかもしれないけども、今年の第一四半期のベスト銘柄のうちの一つ、それが 35% も株価上がったディズニーなんだと言ってるんですよね。でそのディズニーが水曜日に株主総会をやる、これとても注目だと言ってるんですよ。でそうですよね、ディズニーね最近すごく好調で、2つ前の決算で上がりが始まって、この前の決算でも飛んでからさらに上に行っていて、さあ株主総会注目されている。なぜかというとネルソン・ペルス、彼がプロキシーファイトをやってるからだと。
二つの取締役の席を求めて CEO のボブ・アイガー率いる経営陣と戦っている。でネルソン・ペルツはアクティビストファンド、トライアンファンドマネジメント、これ率いててディズニーの大株主で、で自分自身とあとはディズニーの元 CFO のジェイ・ラズロ、この二人を取締役会に加えろとそうやって要求してるけども、現体制側は徹底抗戦でプロキシーファイトに発展している。でネルソン・ペルツ一貫して言ってるのが、とにかく新しい CEO の模索が遅れているし、ディズニーはいつまでボブ・アイガーやんのと。で最近の組織再編による事業の縮小によって株主価値が損なわれている。だから自分が経営陣に入ってテコ入れしたい。でジム・クレーマーね、もしかしたらこのねプロキシーファイト、歴史上最もお金のかかるプロキシーファイトになるかもしれない。どうなるか注目だと。でこのネルソン・ペルツっていう人物を止めようとするとあまりにも多くのエネルギーと株主のお金使ってしまう。ジム・クレーマー的にはそういうこと考えるとね、もうペルツ受け入れてしまえばいいじゃないかと自分はそう思うんだけども、で昔からそう言ってきたけども、ただもしそうじゃなくてもね、もう株価どんどんこれ上がってるのはネルソン・ペルツからの突き上げもあってディズニー変わるんじゃないか、で変わることを強いられていて実際いろんなことが起きているっていう、例えば予想以上に大きなコストカットをディズニーやっているみたいな。だからもうこのゴタゴタがね今の株価押し上げてる要因にすでになっていたりして、それは全体的にはすでに株主にとって素晴らしいことなんだけども、自分はネルソン・ペルツの戦い見届けたいと思うと言ってるんですよね。はい、で水曜日、さらにリーバイスの決算発表があるよと。このジーンズ会社だけども、これも株価は去年の10月のこの12ドル余りのところからほとんど20ドルまで上がってきている。これほんと PVH みたいに全てが順調に進んでいるように見える。アパレル会社すごいよなと。で今回の決算もいい決算期待してるんだけども、これも PVH と同じでね、株価がとても今ホットだからマーケットが決算後にどのような反応をするのか読めないところでもある。ただこういう株価の動きを見たって今のブルマーケット広範囲に及ぶものであるっていうことを改めて認識するよなと。アパレルもいいし、あとはエネルギー会社だっていいんだと。水曜日最後に言っておきたいのがエンタープライズプロダクツパートナーズのアナリストミーティングがある。でこれ株価好調で、天然ガスとかね原油の輸送処理会社だけども最近の株価素晴らしいよと言ってるんですよね。でこれもうちょっと俯瞰すると、まあ、やっぱ好調さ始まったのはこの前の決算あってからですけども、ジム・クレーマーねこの株価の伸びに加えて 7% の配当があるわけだから、こういう配当収入も込みで魅力を感じる人っていうのはこの EPD っていうのは素晴らしい株になると思う。今回のアナリストミーティング何言うのか注目したいよと。でここのところの広範囲なラリーっていうのはアパレルだけでもなくてエネルギーだけでもない、食品セクターにも及んでいる。マコーミックの決算見たかって言ってるんですよね。でそうですよね、数日前の決算素晴らしくて株価飛んでるわけですけども、ジム・クレーマー食品会社素晴らしいよと。そもそもねマコーミックは良かったけども、以前のホーメルフーズだって決算後株価飛んだじゃないか、素晴らしかったよなと。でこういうね食品セクター好調な中で、じゃあ木曜日に決算発表があるコナグラブランズはどうだろうか。最近売上に苦戦してたりしたんだけども、自分は今回の決算の数字はいいんじゃないかと期待したい。 4.7% の配当もあるし、とりあえずまだまだ株価跳ねてないわけだけども、マコーミックとかホーメルフーズみたいに決算後株価跳ねることがあるのか、これ注目したいよと言ってるんですよね。で最後に金曜日だけども、これがこの1週間の中でもっととも重要だと、雇用統計の発表あるよと言ってるんですよね。非農業部門雇用者数がどうなのか、そして失業率がどうなのか。ジム・グレーマーね、自分は雇用者数とても強力な数字を見ることになると思う。経済はまだまだ健全な勢いを保っていると思う。多くの人が以前予想してたような大量の解雇は見られなくて、ハードランディングを声高に予想した人の声は今のところ見事に裏切られていて、今回も数字は強いんじゃないか。でもとジムクレーマーね、自分の見方では今のマーケットは強い雇用統計の数字に対してある程度準備はできてると思うから、だからもしねそれほど強くない数字だったら、それはここから決算シーズン入っていくのにおいてすごい予想外の喜びを自分たちにもたらしてくれるかもしれない。注目だよと。ということで3月28日木曜日のまとまないの結論ですけども、やっぱりこの週何が一番注目かというと、この金曜日の雇用統計、これが大注目で、この数字の大事さに比べたら今みんなの注目を集めているネルソン・ペルツのプロキシーファイト、ここら辺だって色褪せて見えてしまうほどやっぱりこの雇用統計が大注目なんだと。で何にせよ
マーケットは高値圏、もう十分だと、あなた逃げるんですかと、ここからは下落の確率の方が高い、そうやって逃げるんですか、それとも現金集めにしながらも粘り強くいくのか、どっちにすべきなのか、そのことについてピーター・リンチはなんて教えてくれているか。それはもう一日前の水曜日のマットマネーで言った。自分の意見もそこで伝えた。さあ、ここからは高値圏マーケットとして見ていこうじゃないかと。そういうことだったんですよね。はい、ということで視聴者から生電話を受け付けて銘柄を解説するライトニングラウンドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。まず、レイドスホールディングスは A でということで、これね、防衛系の会社でデータ分析とか、サイバーセキュリティとかやってる会社なんですけども、ジム・グレーマー。議会からお金を引き出すことに困っていない防衛株で、これ勝者だと思うよと。で、この質問者の人これ持ってるんだけど、どんどん上がってるからもうそろそろ利確した方がいいかなって聞いてて、ジム・クレーマーね、今こういう勝ち馬からは今は降りたくないよと、そう言ってるんですよね。はい、次、敬礼コーポレーションは A でということで、これ半導体関連会社ですけども、ジム・クレーマー、これは単純にこの会社は素晴らしい会社だよと言ってるんですよね。自分はいいと思うよと。はい、で最後ですけども、コア&メインは A でということで、これね、インフラ系の会社なんですよね。上下水道とかウォーターウェイストサービスやってる会社なんですけども、ジムクレーマーね、インフラセクターはブルマーケットが来ると自分はずーっと言ってきていて、そのインフラブルマーケットの中心にいるような会社だと。ここまで上がってきたけども、自分はもっともっと高くいくと思うよと言ってるんですよね。ということで今回は以上です。今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。これからもジムクライマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければ毎日マットマネーの解説記事がなるはやで届く。メンバー登録もどうぞよろしくお願いします。今回のメンバー限定動画、第196弾ですけども、今高値圏のマーケットだけでも下落を恐れる必要はない。その明らかな理由がこれ。ピーター・リンチ何を言ったのか。あとは、NVIDIA もいいけども、そのパートナー銘柄、ベスト2がこれ。あとは、チャートでわかるんだけども、この株っていうのはまだまだ上昇するよと。あと、新規外銘柄、もろもろありますので、ぜひメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。最後のおまけの英語コーナーです。はい、今回なんですけども、結論前のところでね、自分の見方では、今マーケットは強い雇用統計の数字に備えられていると思うから、だからもしね、数字がぬるかったりしたら、それは予想外の喜びになるよと言ってるのがこれです。In my view, the market's now well prepared for a hot employment number, so if the labor report is more lukewarm, we'll go into earnings season with a pleasant backdrop. はい、そうですよね。In my view,The market is now well prepared for a hot employment number. So if the labor report is more lukewarm, we'll go into earnings season with a pleasant backdrop. 長男次男どうぞ。In my view, the market is now well prepared for a hot employment number. So if the labor report is more lukewarm, we'll go into earnings season with a pleasant backdrop. 最近空き時間にしてることは？スラムダンク読んでる。In my view, the market is now well prepared for a hot employment number.So if the labor report is more lukewarm, we will go into earnings season with a pleasant backdrop. 最近空き時間にしていることは？クランチラボやってる。In my view, the market's now well prepared for a hot employment number. So if the labor report is more lukewarm, we'll go into earnings season with a pleasant backdrop. はい、言ってますよね。で、今回これなんですよね。lukewarm、lukewarm ですよ。で、これね。warm、 これ暖かいっていう意味ですけども、ルークがついてルークウォームになると生ぬるいっていう意味になるんですよね。ルークウォームウォーターだとぬるま湯ってことで、まあ、ぬるいってことなんですよね。冷たくもなく熱くもなくぬるいと。で、本当に物理的に温度がぬるいだけじゃなくて、それが転じてね、気分がぬるいと。気乗りしないとか中途半端、手ぬるい、そういう意味にもなるわけですけども、ジムクレーマー。自分の見方では、マーケットっていうのは今、ホットな雇用統計の数字に対して、よく準備ができていると思う。だから、もし数字がよりぬるかったら、よりソフトな数字だったら、自分たちはこの次の決算シーズン入っていくのに際して、予想外の喜びを得ることになるよと。そういうことでしたね。ということで今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして、本当にどうも、ありがとうございました。In my view, the market's now well prepared for a hot employment number. So if the labor report is more lukewarm, we'll go into earnings season with a pleasant backdrop.
In my view, the market is now well prepared for a hot employment number, so if the labor report is more lukewarm, we'll go into earnings season with a pleasant backdrop. 最近空き時間にしてることは？スラムダンク読んでる。スラムダンク読んでるよね。読んでる。お父さんはもう何回も読んだから読んでないけど、誰かから借りたんだよね、あの漫画ね。お母さんが、お母さんの友達から借りた。そうだよね。うん。もう早く返さなきゃいけないからって言ってたよね。そうそうそう。今どこ？今29。何中？三能線中。あ、もう三能線だ。いや、31で終わっちゃうからさ。ああ、そっか。31だっけ。うん、そうそう。三能？うん。沢北いる？いるよ。すごいでしょ、沢北。うん。三能のみんなの顔がほとんど同じなの面白いと思った。ああ。映画見たんだよね、日本で。ああ、そうそうそう。ザ・ファースト。あの映画良かったよね。あれ、もう一回見たい。あれもう一回見たい。あ、もう一回見たい。漫画読んだ後だとより分かるでしょ。うん。なんか映画見た時、全部が初めてやったからさ。ほうほうほう。なんか追いつかなきゃいけなかった感じやったけど。なるほど。うん。あれだよ、三能がみんな同じ見えるのは坊主だからでしょ。うん、そうだよ。日本にはそういう文化があるから。そうだね。そう。うん、どんどんなくなってきてるけどね。けど湘北全然誰も坊主じゃないじゃん。そうだよ、桜木以外。そうだよ、うん、桜木も初めは坊主じゃなかったからね。そうだね、うん、昔ほら高校野球とかで甲子園とかだと大体坊主だったけど、あ、今坊主じゃない高校も出てきて、うん、でそういう高校活躍するとニュースになるんだよ。坊主じゃないって。なんで坊主じゃないのにうまいって。関係ないじゃん、うん、そんな。坊主じゃないのに野球がうまいって言って。へえ。それで記事にできるんだ。そう。それ面白いな。そう。そういうね、いろんな文化的なものがいろんな国にありますからね。うん。いいね、でもスラムダンク。スラムダンク面白い。ね。うん。なんか、また映画が見たくなった、めっちゃ。あれ、長男くん、リアル読んでんだっけ？リアル15巻まで読んだ。ああ。お父さんリアルも好きなんだよね。あ、リアルさんね、同じほら作者だから。そうだね。In my view, the market is now well prepared for a hot employment number. So if the labor report is more lukewarm, we will go into earnings season with a pleasant backdrop. 最近空き時間にしていることは？クランチラボやってる。ああ、次男くんやってるね。クランチラボって誰だっけ？あのユーチューバーの人だよね。うん。なんていう名前だったっけ？マーク・ローバー。そうだ、マーク・ローバーだ。あの人すごいよね。うん。で、あの人から買ってるんだよね。うん。どれぐらいの頻度で届くんだっけ？1ヶ月に1回。1ヶ月に1回なんかキットは届くんだっけ？うん。それでジナン君めちゃくちゃ楽しみにしてるよね。うん。今月の分やった？うん。どうだった？どんなやつだった？なんかボールをこのでっかい丸いパッドに落としたら、なんかクリックしてボールが飛んでくの。おお、なるほど。なんか分かるようで分からない説明だけど、うんうん、まあでもなんかいろんな毎月作ってるよね。うん、よかったね、あれやってね。うん、マークローバーすごいなってお父さんも YouTube 見てて思うわ。うん、バイバイ。